おはようございます。おはようございます。今日ちょっと朝早いんですよね。はい。早いですね。どこに連れてかれんのこれは。連れてかれんのって運転してるのパッチーだから。そうね。どこ？そう今日はパッチーさんが牧場が好きだっていうふうにおっしゃってたんで。やっちゃう。なんか牧場に行きたいなっていうふうに思ってて。あららら。嬉しい。これですね。これ。何？あ、何それ。パッチーの。あ、そう、あのね、ドリューさんにいただいたぬいぐるみ。ね、可愛いんや。ドリューさんが。車に置いてあんの、いつも。あ、今日乗せてきました。すごい気持ちいい、これ、触ってたの。あら。じゃあこれ羊にベロ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 舐めさせんのあれ。いいえ、私が舐められます。あ、舐められる。あ、羊に？はい。舐めてくるの。もう手ね、餌出すとペロペロ舐めてくる。かわいい。手を舐める。初めてかも、私、羊と。食べたことはあるけど。食べたことはあるけど。食べたことあるじゃないですか。まあね、まあね。あるわよ。触れ合ったことは。ラムシャブの店も行けるしね、一緒にね。同じ羊の肉を食べた仲だもんね。そうです。銀の目。今日はだからそれで、千葉県の鹿野山のマザー牧場に行きますんでね。楽しみ。赤ライン使ってね。赤ライン。アクアライン。赤ラインって何？赤線みたいな。赤線？赤ラインって何？赤ラインで。でもずっと地下ですよね。そうで、あんた申し訳ないんだけど、今日は海ほたる夜時間ないからね。あれ、あたり行きたいって言って。言いましたっけ？言ってない。じゃあ別にいいんですけど。あ、そう。海ほたるにはあんま興味ない。うん、大丈夫です。だって初めてアクアライン行くんだから。あ、そっかそっか。海ほたる寄ってみたいとか言うかと思った。あ、途中のやつね。そうそうそう。なんかある。何があるんですか、海ほたるは。私がソフトクリームゼロゼロに溶けたやつ。風がすごい時。そうそうそう。風がめちゃ強いところ。大丈夫ですよ。あ、いいんだ。はい。あっさりしてる。だってソフトクリームは。マザー牧場で食べれるだろうし。あ、確かに。ちょっと今日はゲームしません？何のゲーム？着くまでに。何？下ネタを5回言った人が先に昼をおごるっていう。いいよ。いいよって言っちゃった。5回ってもう。私別に最初から出す予定だから、そんなに言ってくださいって言ってるような。そうそうそう。だからそのつもりね、言いましたけど。いや別に自粛しちゃダメよ、下ネタ。あ、そうそう。だからそのためのゲーム。そのためのゲームをやりましょうって話ね。あらがってきました。そうそうそう。あらがうわよ、あれ。全部変なコメント削除していってるから。女装に何を求めてんだ。あたいメモるからいいよもう負けるよ私が。自粛しないで。わざと言わせようと思うんでね。自粛しないでよ。じゃあもう別にゲームなしではいお願いします。なんでゲームなしになったんかい。やらんのかい。せんのかい。まあとりあえず下ネタ爆発でいきましょう。そうよ。あなたが下ネタを取ったら何が残んない。何も残んないかもしれない。わかる。パッチ、マザー牧場行ったことある？マザー牧場ね、行きたかったんですよ。行ったことない。そう、私が行ってる伊香保グリーン牧場、羊はねコリデールって1種類しかいないんですけど、マザボクは何種類いる？そうそう、なんかねショーでどうやら何種類も出てくるらしい。やだ、羊飼いみたいなおじいちゃんがいるのかな。なんかね犬をねこう操ってシープドッグ。本当に牧場だね。牧場よ。ハイジの世界みたいな感じでしょ。その羊。ひとみちゃんもなんか似合うじゃん。草原が。今日でもなんかそんな感じじゃないよ。服装ですけど。じゃあおとなしい感じだけど。おとなしい？ちょっと今日肉代さんみたいな服装できちゃった。全然違いますけど。なんかわかる？この黒と白の。ちょっと保護社会っぽい。そうそうそう。保護社会。肉代さんがいつも保護社会みたいな。全然違いますけど。ひとみちゃん朝から元気。寝たかな。あ、そうだよね。なんか私たちでも千葉好きだよね。千葉行きがち。千葉行きがちだよ。この動画って、みんなどういう感じで見てるんですかね。なんかどういう感じで見てるか。なんかね、肉代さんとデートしてる感じで見てるんですか。違うわよ。どういうデートじゃないわよ。情報集め。情報収集でもない。それだったら役に立たなすぎるから。あんたその自覚はなかった。面白いからただ。そうじゃない。なんか女装たちの会話を聞きたいんだと思う。あ、なるほどね。だって別にだって何の景色もよく見えないドライブ動画とか、あとご飯食べてる動画の方が意外と数字が良かったりする時があるから。あ、確かにドライブって見てて面白いですよね。他の人の動画とか、ほら中里依紗さんとかたまに車の中で喋ってるだけで終わるやつとかあるから。でもそれでも面白いな。比較されると辛い。すごい数字だからね、中里依紗さんね。いやでも面白いなぁと、車に乗ってるやつは。あ、そうなんだろうね。なんか素になるのかな、みんなね、車だとね。確かに目を合わせて話す必要がないから。なんか、ああ、どういうこと？意識しちゃうってこと？だからそう、目と目を合わせてやる視線じゃなくて、別に目と前見ながら話してるもん。目と目が合ってないけども、なんかその人が普段考えてることがふわーって出てくる。あー、なんかね、きよさん目見たら人の心分かりそうだもん。ないわよ。なんか読んでそうな気が。読まないわよ、私。読めないわよ、全然。鈍い女だから。でも読んでたら何読んでたらって違うよね。もっと違う人生だったよね。こんなくすぶってないって言いたいの。ひどいこと言うよね。ね、なんかさ、伊香保パッチン、伊香保はやっぱあれよね、自分がいつも行ってるとこだから。そう、なんかすっぴんでいつもね、そうだよね、私の大好きな羊ちゃんに覚えられてるから。そうで行った時に冷たくされたら多分立ち直れなくなっちゃう。覚えてるもんかね。いや、覚えてるよ、覚えてるよ。生きたらすぐ来るもんだね。餌持ってるからじゃない？だからそれじゃないんですよ。それでも寄ってきてくれるんだからごめんね、本当に。もう人間より羊のがいい。そうね、こんなに意地悪で。ちょっと羊を意識した服を着てちゃう。ちょっとソフトクリーム色。うるせえな。ソフトクリームに見えた、私が。食べちゃいたい？なんで黙んないんだよ、これ。なんて答えればいいかわかんないな。あ、そう。ひとみちゃんでも困る時あるんだね。ねえ、あるよね。今必要なお金のお作法、お買い求めください。これずっとトンネルってことじゃ。違うよ、途中1回出るかも。1回出てもう1回潜るのかな。でも海の下を通るのよね、あれって、アクアラインって。そう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 。すごい知ってるじゃん。テレビでは見たことありますよ。あ、そうなんだ。ひとみちゃん出るよ。あ、そうか、川崎の方から行くんだもんね。下ネタかい。なんで出るって、トンネルを出るって話をしたの。そう、トンネルね。そう、トンネルもちょっとエッチよね。何がトンネルってエッチなの？どうして広げようとするね。いやいや、これは気になるわよ。ほら、出たな、人間の体みたいだって。そう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 。あ、じゃあこれは直腸から。あ、まあそっちです。尿道じゃなくて、トンネルは直腸で、今のトンネルの出口は出たってこと。うちら廃棄物です。汚染物。汚染物なんでよ。なんで私たちも巻き添え食らうの。これもうアクアライン。そう、なんか照明が変わったから。明るいね。左側に行くと海ほたるとかも。あら、近くない？もうね、遊園地とかも行くんですか？何が？マザー牧場の遊園地なんてあるんだよね。なんか乗り物別に遊園地へ行かない。ああ、だって動物に触れ合いに。そうよ、羊に会いに行ったの。そう、かわいい。あ、もう昨日からもう楽しみ。そんなに羊がいいんだ。大好き。そっか。興味なさそう。いやいや、興味あるわよ。でも私は舐められたらちょっと怖いかも。羊って上顎に前歯がないんですよ。ああ、だからじゃあ噛まれても全然ないんですよ。なんか本当に意地悪なこと言おうとしたからやめるんですか？わかんないけど、なんか熟練のソープ嬢とかって言おうとした。本当にプロよね。ヤギも可愛いですよ。全く興味がない。私違いがわかんないかも。羊とヤギぐらい分かってよ。わかるかな。わかるわかる。羊の方が毛が多い。角があるのは。角ね、どっちもあるけど品種によって。あ、そうかもね、確かに。何やってたの昨日、パッチ。川越でお仕事してた。売れっ子になってきたね、パッツンもね。今月ちょっと忙しくてね。そうだよね。パッツン内海野さんはね、昼間はこれトンネルの中だから使いにくいかもしれないけどねあ、出るね。カリスマ、あ、で出てからだし暗いところで大事なとこだから。もう見ほたる。結構あっという間だったね。やっぱ楽しいからじゃないね。ひとみちゃんが盛り上げてくれたから。何の話聞こえてないかな。あんまり耳が遠いからしょうがない。だからおじいちゃんとかおばあちゃんと話してるみたいなおじいちゃんとおばあちゃん、どっちがおばあちゃん？いや、わかんないけど、どっちがって何どっちがですか。別に、いや、おじいちゃんとかおばあちゃんとかそういう類の年齢層の年寄りのお話ししてるみたいな気分になりますねっていうことですね。ひとみばあさんね。そう。ひとみばあさんって言われるもんね、よくね。言われる。ヤマピーに言われるよ。ヤマピーね。ババアババアって。ヤマピーって別にあれですよ、本当芸能人のヤマピーじゃない。本当に新宿2丁目のあだ名がヤマピーって言われてる。ビーヤマね。そうそう。その人からひとみばあさん、ひとみばあさん、ばあちゃんばあちゃん。ばあちゃんばあちゃんって言うけどさ、みんな振り向くのよ。お客さんが「あんた意地悪じゃない？ババア」って言うじゃん。なんかね、ババアとかって言うとみんな「え？」みたいなあったよね、結構そういう時に。ひとみちゃんが言ってるだけよ。ひとみちゃんが傷を広げてる。たまにね、そうそう、2丁目でブスって言うとみんな反応するんだよ2丁目でよくね、昔、最近あんま聞かなくなったけど、ブスとかって言い合ったりしてたじゃん。いや、別になんか悪口じゃない。まあ挨拶みたいなもんだったんだけど、でもなんかみんなうわってこう言うて何私みたいな感じになる時があるからそれは気をつけないといけないよね。そう、本当にそう。時代がね、変わってんだよね。コンプラコンプラね。呼びづらくなりますね、みんなのこと。呼びづらくなる。わかる。あの観覧車ってどこですかね、左のね。西葛西かなんか。木更津。木更津、あ、アウトレットがあるんだよ。アウトレットは三井のアウトレットがあるから、多分そこの施設だと思う。それの観覧車だ。観覧車系で股間がシュンとしない。高いとこにいるからな。シュンとする。シュンとするんだ。縮まるみたいな。縮まる。縮まる。サッカー選手いなかったっけ？知らないけど。縮まるってずいぶん。ネイマールよ、ネイマール。ああ、ネイマールはして。でも縮まるもいたかも。そうね。アルシンドとかあれぐらいの時。まあマール系はいるよね。なんかラテン系でね。こっちがコストコじゃない？右側が。コストコもあるし、アウトレットもあるし、まあこの辺はでっかい商業施設は海沿いにある。それこそアクアラインのおかげですよ、きっとね。みんな来やすいからね。山梨より近いんだね、やっぱ。2時間ぐらいかかってたよね、星の八海とか。そう。あ、そうね。まああっちの方が遠いよね。それ山梨の方が遠いは遠いよ。かかってましたね。山梨はさ、富士山とかなんか眺めが見れたからよかったけど。アクラインって何にも。おいそう面白いじゃん。あんまトンネルだからってこと。あ、そうそう、観覧車が見えるところ。いや、だからこそ出た時のね、景色とか見てほしかったんですけど、見てなかったんでしょうね。そう、だからトンネルから出た時両方とも海。そう、海ですごい気持ちよかった。海だったっけ？見てなかったわ、それ。でしょうね。だってババアとブスの話してた。そうね。ババアとブスに夢中だったからね。そうね。パッツィの昼間の顔の話をするよりもババアとブスに集中しちゃったから。いや、パッツィさんがトンネルの中で最近パッツィが忙しいよねっていう話をしてて、昼間の顔は実はカリスマを覚え奏者なんですよっていう話をしようかと思ったんだけど、出てから言おうと思ってたんだけど、ババアとブスの話が盛り上がっちゃって言うきっかけがなかったんだよね。なんでババアの話になったんだろう。知らないわよ。マザー牧場に到着しました。はい。わー、すごい。おお、ほら、いい顔してる、この子も。いい顔。いい顔してる、めちゃめちゃいい顔。これがいい顔。うん。